した闇は涼しけり、小春の影も我を誘う。沖縄の申した通り、心が静まり強くなったようだ。また読んでみよう。坂井、手遅れになる前に日吉の湯を巴から救うぞ。なぜ日吉に固執するのでしょう。あれはわしの故郷、滅ぼすことで力を示したいのだ。恥を知らぬな。なれと地の利は我らに、軍勢だろうが退けられましょう。または村を猛虎にくれてやる。巴は勝利に酔いしれ余人を忘れる。その隙を叩く。村を犠牲にするとおっしゃるのですか。その価値はあるであろう。それでは巴と同じです。確かにな。巴は北から来る。そちらに注力しよう。これより高台に行き、矢を置き。坂井、聞こえたか。一夜一冊。我らを狙うにしては数が少ない。あるいは時を稼いでおるのか。日吉の湯が襲われている。行くぞ。わしが死んだらお主が巴を殺してくれ。心得ました。巴はお主も殺し、わしの技を滅ぼす気だ。さようなことは決してさせません。巴はどこを狙う。村の裏手の滝の近く。あそこは手薄だ。猛虎より先につけば備えもできましょうが、果たして。難しいであろうな。お主ら、ここへ。いかがなさいました。猛虎が日吉に向かっておる。
皆を宿に集めて隠れておれ。敵はわしらが。はい、そのように。ここは見晴らしが良い。挟み撃ちの心配もなさそうだ。急がねば、地の利をどう生かす。何もないか。ありものを使うまで。蜂の巣か。足止めになるな。樽で痛手を与えられるやも。草むらに猛虎を誘い込むか。火の矢は持っておるか。火の矢を持て。わしらまで燃やすでないぞ。ならば下がっていてください。備えろ。猛虎が来るぞ。やつらです。よし、わしの弓術を解くと見るがいい。終えてくるぞ。殺せ。一夜一殺で参る。から来るぞ。お任せを。どこだ。来るさ。援軍が。奴らを冥府に脅してやれ。ひとまずは。気負ったな。あれが巴。あやつめ長尾の旗を捕らえましょう。
今からでは間に合わぬわ。腰抜け目。いや、バカにしておるのだ。巴の前の弟子が長尾博則だと知っておるのだろう。弟子ではないと聞きました。どちらです？かつてのわしは若く傲慢で無情だった。博則はその姿を真似て兵を率いて謀反を起こした。敗れた者の長尾家の精鋭を道連れにしおった。賊と戦った末死んだのではないのですね。それは長尾家を守るための作り話。師としての責を問われ、わしは全ての信頼を失った。情けとして指南役のみ降ろされてな。ああ、休日を失わずに済んだと己を慰めたが、見てみろ、こんなものに何の価値がある。巴にも聞かせたのですか？わしが再び弓を教える意味を知ってほしかった。結局あやつにも裏切られたがな。博則の罪も償えず、巴の心も変えられず。しかし日吉の民を救ったのは確かです。新たな弟子と共にな。金田の木に来てくだされ。ああ、必ず捕らえねば。承知しました。Thank you.
うちの道具を見ていってください。恐れながら数が足りませんね。礼を言う。またいつでもいらっしゃってください。あの鳥をご存知ですか？どのような鳥のことだ？金色の鳥です。鳴き声を聞くと平和だった時を思い出します。ああ、母上はその鳥のことを何よりも対馬のことを知っておる生き物だとおっしゃっていた。その通りでしょうね。もしこのような時でなければあの鳥を追って。目が追ってみよう。お主は平和が戻るまでは控えておく。そういたしますね、酒井様。降伏すれば情けをかけてくれるかも。手に入りにくいものが揃ってますよ。志村様をお助けしないね。あんた、なんてこと。考えてみて、志村様さえこの世に暮らせれば、なんか自尊になれる。弓を見て差し上げましょうか。弓を強くいたしませんか。こちらでいかがでしょう。長尾忠頼様も羨む弓です。恐れながら素材が足りないようです。お侍様、
Egyon Harsinta! Yasun Bey! Hey, you!様は生きて賭けようか。死んでるならもうこは志村様の亡骸を馬にくくりつけて見せしめに島中を駆け回ってるだろうさ。太刀の切れ味を鮮やかにいたしましょう。酒井様、十分な素材をお持ちください。 磨き上げましたよ。また来よう。これで我らも安全。うちの鎧は猛虎の武器にも負けません。 こっちに来い。政子殿、ご家族の仇について何か。形状の中に貞雄の名を見つけた。そやつはクタの村長だ。クタは足立家の領地、なぜ刃を向けた。恩知らずの裏切り者だからだ。
夫が奴を村尾さんに選んでやったというのに、あろうことか恩をあだで返すとはな。あの忌まわしき夜、奴はクタから逃げたと聞いた。あなたが生きていたからか。貞男は悪知恵の働く男だが、弟の八郎は脳なしだ。寺の近くで食料を運ぶ姿を見かけたな。おそらく隠れて兄に届けるのでしょう。八郎をひっ捕らえてくれるわ。見失う前に出立するぞ。思いもよらず。サダオの弟を見張るついでに一族を弔ってやりたかった。すでに葬儀は済ませたのですか。犯人を殺すまで辛抱する。父上が死んだ夜に別れを告げたのですが、痛みは言えました。埋葬はしたぞ。それで十分だ。今はな。食事は毎日取っておられるのですか。ああ、昨日は米と魚を少し。若い武士でも腹を満たし腕を休ませねばなりません。お主、この私を年寄り扱いするか。めっそうもない。腕は動く、心配は無用だ。そろそろ八郎に追いつく頃だ。どの道を行ったのでしょう。どちらも人が通っておる。調べてみましょう。近くにおるはず。あそこにおる男、荷車。あれが八郎、貞男の弟だ。何も忘れてないな。俺はどうだ。動いた。では後をつけるぞ。近づきすぎて見つかるなよ。先客だ。あまり顔を出すでないぞ。食べ物、飲み水、もろもろです。見せろ。ああ、こちらです。酒を落として話した。まだです。ですが、お客人に贈り物が。話しておるな。渡しておこう。文を渡したのか。では、またいつもの慈愛に。荷車はいい。馬を追うぞ。
丸くに変わる。でも奴の酒はうまいんだ。諦めろ、今日は文しか持ってないんだ。はぁ、それはお前の命よりも大事だ。届け損ねれば村尾さんに殺されてしまうぞ。サダオは家族思いだな。へぇ、ろくな一族ではないぞ。いとこは族だしな。二の村が不作になったのか。騒乱が起きたことを覚えてるか。あらがう村人を殺した族は誰に雇われたのか。知ってる、サダオだ。卑怯な。ああ、やはりな。ああ、お前も飛びるすぎると族に襲われるぞ。氷の家、賊が固めておる。サダオの親族だ。本人は中におろう。まだ分かりませぬ。何、すぐに分かるさ。身を隠せ。よけろ。休ませるぞ。袋に尋ねることはできませぬぞ。中に人がおる。そやつに聞くさ。私が話します。サダオからの文、八郎が渡したもの。隠れ場は分からぬか。傷つけはせぬ。我が名は坂。お主は？ヒナ、サダオの妻だ。夫は濡れ衣です。犯人は猛虎に決まっております。サダオ、わかりません。嘘をつくな。お控えよ。まずここを立たねば。館に連れて行くしかないな。私を殺すつもりでしょう。何も案ずることはない。
Thank you.